はい。まず冒頭は、昨日駐日トルコ共和国大使館のセルダイ・クルチ大使を訪問いたしまして、先日のニューヨークタイムズの件について私の思いを伝えるとともに、大使をはじめトルコ国民の皆様にご不快の念を与えたことを率直にお詫びいたしました。大使は日本とトルコの友情は深い、両国の地理が近ければオリンピックを共催できるのにねというふうに述べまして、寛容な対応をいただきました。そして会談の中で、日本とトルコは歴史的に親しい関係にあり、さらにこれから100年の友情を育んでいきたいということで意見が一致しました。来年は日本とトルコが国交を結んで90年となります。大使館では1年を通じて音楽祭や展示会を開催したいということで、東京都としてもトルコとの文化交流を深める1年として、両国の友情のためさまざまな協力をさせていただきますとクルチ大使にお話し申し上げました。両国が互いに協力し、次世代に向けてさらに友情を深めるために今後とも尽力していきたいと思っております。また近々アラブ諸国の駐日外交団の大使ご一行が都庁を表敬訪問することも予定されております。外交団は19カ国地域からなる、外交団ですが、4月4日、都内のホテルで大使朝食会というものをが開催され、東京都知事としてそこで講演を行いました。でその講演を行ったときに、ぜひ東京都庁を訪問して友好関係を深めたいと、その講演の時に、ぜひ大使、何人かの大使がお会いしたいということになりましたので、その後連絡を取り合っておりまして、この機会をちょうどアラブ諸国の皆様と親交を深めていく機会にしたいなというふうに思っております。まずは冒頭、次に、地下鉄の駅空間の再生についてであります。都営地下鉄における駅空間の再生、いわゆる駅高についてお知らせします。都営地下鉄においては本年度末に106駅、全駅にエレベーターの設置が完了するわけですけれども、今後はさらに乗り換えなど、割と大きめの駅ですね、人がたくさんいる駅にエレベーターを増設さらにしていくということもあり、そういう中で利用者本位の立場で考えていくと、日比谷駅と神保町駅においては、このせっかくこういう改修をしていくわけですから、利便性の高い店舗を展開して明るく魅力的な空間を作っていこうじゃないかと、そういうことにしていきます。これによって都営地下鉄のお客様にさまざまなサービスを提供し、利便性の向上が図られるともに、資産の有効活用による経営基盤と安定化にもつなげていきたい。具体的な規模、店舗構成、配置等については今後平成27年度のオープンに向けて検討を進めてまいります。詳細については交通局に聞いてください。次に「ビブリオバトル
2013、そして高校生書評合戦首都大会ビブリオバトル首都決戦2013、高校生書評合戦首都大会2013、2つのタイトルについてお話しいたします。今年のビブリオバトル書評合戦、もう皆さんも言葉聞きだれるようになったと思いますが、開催概要を決めましたのでお知らせするわけですが、ビブリオバトルは発表者が推奨したい本、ビブリオというのは本のことですが、バトルというのはゲーム感覚で、5分間持ち時間を持ってその本をプレゼンテーションする、そして、最後に観客がその中で一番読みたい本をチャンプ本として、チャンピオンとしてチャンプ本として決定する。これ2010年から言葉の力再生プロジェクトの一環として取り組んでまいりましたが、ビブリオバトル首都決戦は今度4回目になります。で、第1回目の参加大学は30校ぐらいだったんですが、昨年の第3回大会では92校になりました。で、今年はもう当然100校を上回るわけで、全国規模の大会でまさに書評の甲子園というべき首都決戦が、実質的に内容を、名実ともにですね、名実ともに首都決戦になっていくでしょう、全国大会のような。さらにもう一つ付け加えるのは、今年は首都圏の高校生による高校生書評大会、書評合戦首都大会2013を、これは初めてこういうタイトルで開催します。で、ビブリオバトルは11月24日日曜日にやる。で、その前日の土曜日に、23日土曜日に高校生大会を開催して、ビブリオバトルの一層の普及拡大を目指したい。で、これからビブリオバトルの場合は予選会が各地大学、北海道から沖縄まで津々浦々の大学が参加するわけですが、高校生大会は、都内の高校ということがメインですが、さらに都内のみならず埼玉、千葉、神奈川、この首都圏の各県から多くの生徒に参加してほしいと。今度9都県市の会合がありますので、ぜひ東京都以外の高校も近隣の神奈川、埼玉、千葉の高校生も参加してくださいねということを呼びかけるつもりですが、今年のビブリオバトル、より一層充実して今までの首都決戦プラス高校生大会があるということで、お知らせしました。以上です。はい、ご質問があれば。はい、テレビ朝日の能見と申します。トルコの大使館の件についてもう少し詳しくお伺いしたいんですけれども、これは知事の方から面会を申し込まれてお会いに行かれたということなんでしょうか。ちょっと経緯についてお伺いしたいんですけども。これはもうね、すぐにご連絡を取って、もちろんトルコ大使は本国に行ってましたので、お帰りになったらすぐお会いさせていただきますよという連絡を取っておりました。はい、面会時間はどれくらいだったのでしょうか。約1時間、小1時間ですね。はい、話された内容は主にニューヨークタイムズの件ということでしょうか。それ以外に何か話をされたことは。その件は割と早く済みまして、で、やっぱり、トルコと日本の関係が長い歴史がありますねと。で、自分は持っている知識も含めて、彼らと僕らがどういう昔から関係にあったかなっていろんな話をしました。例えばエルトゥールル号遭難事件というのが1890年にありましたが、その時に、日本が、犠牲者多かったけれども日本が救って、当時の、紀伊半島の沖でありました。それから、トルコの近代化、日本の近代化が
どういうプロセスであったかということを、まあ、1800年代から僕なりの知っていること、そして、大使のいろんな歴史知識などを重ね合わせたお話をしたりしました、はい、そしてむしろこれから来年90周年なんですよと、国交樹立、そういう話で盛り上がったわけですね。はい、以上です。はい、毎日新聞の江端と申します、はい、関連してなんですけれども、はい、ちょっと一部の週刊誌とかでですね、まあ、知事が先ほどされた発言についてですね、異文化への敬意が足りないとかですね、異文化へのですね、敬意が不足しているんじゃないかとか、当初の誤り方が潔くなかったという批判、まあ、資質を問うような批判が出ておりまして、ちょっと聞きにくいんですが、ご自身にそういう都知事としてのですね、そういう資質が終わりかどうかというのを、その辺どう考えていらっしゃるかというのを聞きたいんですけれども。トルコの大使には、今申し上げたようにご不快の念を与えたことを率直にお詫びして、昨日お会いしたわけですね。で、質問にお答えしていただきたいんですけど、それは今お話を伺いしたので私は理解したところなんですが、はいはいはい、トルコだけではなくイスラム全体にですね、そうですね、お話でしたので、そういう発言されて、その後の誤り方も良くなかったという批判が出ていることについて、ご自身に知事としての資質はあるかどうか、どういうふうにお考えですかということを話したいと思います、はいはい、資質は僕の決めることじゃないので、で今お話にあったことの中で、アラブの大使の皆さんが多分19カ国地域、まあパレスチナは地域というのにカウントとしてはね、結局実質国ですから19カ国なんですが、表敬訪問される、それもすぐにいろんなお話をしておりますので、対応をしてきたのではないかと思っております。それからアラブ諸国以外のイスラムの、方々にはこの場を借りてお詫びしたいと思っています、はいはいはい、新宿新聞の田です、はいはいはい、駅中商法って昔から言われてましてですね、駅の中に、いろいろな売店を作っていくことによって、地域社会のですね、商店が、お客さんが回ってこなくなる、まあ、そういう問題が昔からあったんですが、今回の東京都の方ではですね、こういうふうな形を先ほどお話ししたような駅中商法商売を始めるということについてはですね、その辺はどういうふうにお考えになるんでしょうか。まあ、商売っていうかね、第一に利用者の利便性を改善すると、で、まあ、106駅にエレベーターを今年中に設置して、そういう意味では東京メトロは 80% ぐらいですから、東京 100% になるんですよね。でもやっぱり乗り換え駅は混雑する。だったらもう一つ、先ほど の神保町や日比谷の場合、もう一つやっぱり出口が必要かなと、エレベーターのね。ただそういう中でその動線が出てきますよね。その動線に即した店舗は、それはあった方がお客様の利便性は増すわけですから、まだあなたがご心配するような、いわゆる競合するとかっていうレベルには行ってないんじゃないですか、はい、それは競合するというふうな状態になったらやめるとか、なんかそういうことも考えます？いや、それはこれから、できるだけお客様の利便性第一ですから、もちろんお客様の利便性があって次に周辺の店舗の問題が出てくると思うんですが、まずは今回利便性の話から入っているので、まあそのご心配はないと思います。はいはいですかね、はい、右の方、はい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 、お伺いしたいんですが、はいはい、知事は、常々
エレベーターの設置状況などが、はい、メトロよりも東映は進んでいるんだと、まあ、メトロは東映を見習うべきだというふうにおっしゃっていますが、この駅中事業に関しては、メトロはもうすでにいろんな駅で事業を始めていらっしゃいまして、逆にこの東映はメトロにまだ追いついていない、うん、というふうなご認識の上でこういうふうにお始めになるということなんでしょうか。うん、やっぱりあれですよね、もっときれいな方がいいですよね。何も利用しようとしない空間があると、そこは殺風景になりますよね。やっぱりそういう意味では、利用できる空間はやはり何らかの利用者のために還元されなければいけないと思いますので、まあこれから今日比谷と神保町ですけれども、まあ駅中というものをもうちょっと考えていかなければいけない。ただ規模はどうしてもそれほど空間が狭いものですから、大きな展開はあまりできないとは思っております。はい、つつましやかに、少し華やかに、小綺麗にというふうに思っております。はい、まあ駅中事業だけで見ると、やはり遅れを取ってるといったら、まあ、ちょっと言葉が違うのかもしれないですけど、メトロの方が進んでいるという認識をお持ちだったんでしょうか。これはもっとそうだと思いますよ。なぜかというと、メトロ同士の乗り換えの空間が結構ありますので、それは、都営とメトロの比率は1対2というか2対1ですから、それすると、その交差する量はさらにそれより多くなりますので、そうすると駅中空間というのは、1対2以上の空間がメトロ側に生まれてますからね。そういう意味では、ただ駅中空間であって、メトロの場合は、外側にでっかいビル建てちゃったりとかね、そういうものもあるので、必ずしもそういう展開だと、先ほど言った他の要するに民業と競合することになりますが、今のつつましやかな小綺麗な空間にして利用者本位で考えるということであれば、僕は早くやった方がいいと思っております。はい、はい。フリーの横田はじめですけれども、はい、ニューヨークタイムズの、問題発言が出た前段の質問がですね、トルコで若い人が多いから、五輪に熱狂して有利だという人口構成とですね、五輪招致の関連性を指摘した質問をして、まさにこれは本質論だと思うんですが、というのはトルコのような若い世代が多くて開発途上で、まあ、これから成長していく国にとってはインフラ整備を伴う五輪招致というのは非常にメリットが多くて意義があると思うんですが、かつての東京五輪のようにですね、今日本は人口減社会で高齢者が増えている時代に、インフラ整備を五輪に招致に伴ってやってもあまり意義がない、むしろ医療介護福祉に予算を投じる状況なんじゃないかと思うんですが、その五輪招致に伴って山間部を含めて道路整備をするとかですね、という政策が、まあ、時代ミスマッチじゃないかということと、その五輪招致と人口構成の関連性、トルコの方がまあ客観的に見て有利じゃないかというふうに思われなかったのかどうかお聞きしたいんですが、他都市については行動基準違反になりますので触れません。で、あなたのご質問は山間部道路かオリンピックかというご質問かと思って今お答えいたしますが、山間部道路はオリンピック計画と直接もちろんオリンピックのためにあった方がいい。でもその前から計画されているものですから、その計画されているものがオリンピックにちょうどできる、オリンピックもし開催できたら2020年オリンピックが開催できるまでに完成していると僕は知っていることは望ましいと思っております。はい、人口、東京都が高齢者が増えて人口減にまさにこれから差し掛かろうとしているのが不利な条件かどうかというのをご自覚なさっているかどうか、東京についての客観的認識についてお伺いしたいんですが、障害スポーツをやっていく、そういうスポーツを楽しむ、そういう世界を作っていきたい、それが2020年オリンピック・パラリンピックの一つの目標であります。で、スポーツを楽しむような、まあ、生涯楽しんでいきたい、そういう中でオリンピックが開催されることは僕はすごく
望ましいことだというふうに僕は思っています。はい、どんどんご専門 の作家活動、ジャーナリズム活動されたという見地から再確認したいんですが、まあ、人口減で高齢者が増えて、まあ、道路の必要性が乏しくなっている中で、それでも山間地を見直さない理由とですね、で、ヤンバダム含めて同じように水需要がだんだん下がっているのにヤンバダムも見直さないと、大型公共事業を見直さない姿勢で、なんで当時の猪瀬さん作家活動で活躍された時代からこう立場が変わっちゃったような気がするんですが、その辺の整合性についてはどうお考えなんでしょうか。外観については費用対効果があるということでやるべきであるという考え方は一貫しております。ヤンバダムも人口減で水需要が減っているのにそれでもやるべきだというお考えなんですか。それはこれまでの東京都の方針の中でずっと計画されてきたことであり、本来は国の事業でありまして、東京都は負担金を払うということでやってまいりました。ですから、それはその負担金を払ってその完成を待つということになると思います。はい、ありがとうございました。はい、東京 MX テレビの笠田と申します。五輪招致の関連で伺いたいんですが、はい、今日ちょうど3時から外国人特派員協会で武田理事長、招致委員会の武田理事長がお話をされていますが、この1週間の間で武田理事長と、五輪招致の、先日の話の、はい、ニューヨークタイムズのことも含めて何かこう今後のこの外国人記者へのこう、PR といいますか打ち合わせされたことはありますでしょうか。武田会長は IOC 委員といろんなところでお話しする大きな役割をお持ちで、 そして、東京2020年オリンピック・パラリンピック招致のために本当によくその海外を回ったりよく働いていらっしゃいます。それは4年前の時よりずっと今回の IOC 委員たった一人で頑張ってらっしゃる、本当に尊敬しています。ニューヨークタイムズの件は IOC は全く問題ないということなので、武田さんもそういう検討を受けておりますから、より東京の強みを世界にアピールする、多分今日はそういうより東京の強みを世界にアピールするということをおっしゃっていると思います。会見やってるのはね、今で、ロシアのサンクトペテルブルクが、5月の下旬後半最後の方ですね、これは6月の頭ぐらいまでありますので、そこで、次にその東京の魅力をさらに発信していきたいと思っています。それはもう一心同体のようにやっております。はい、朝日新聞の菅野と申します。先ほどのヤンバダムのご質問のちょっと関連なんですが、知事日本国の研究で長良川河口跡のお話を15年以上前ですか書かれてたと思います。私、ちょうどこの仕事を始めたばかりの頃で非常に感銘を受けた記憶があるんですが、で最近読み返したんですけども、先ほどのお答えとちょっと矛盾するかとは思うんですが、文庫版のですね、68ページになるんですけども、地方分権とは地方自治体の自決の論理のはずである、情勢に変化が生じて水が余るという地元自治体の判断があれば無理に公共事業をやることはない、地元が自決できないのは補助金のせいである、やれば補助金がもらえる、一度補助金を断れば次にもらえなくなるから無駄な工事と知っていても参加する、このように書かれてるんですけども、で、私とはまた違う立場ですが、市民団体の方がですね、やはりこの本に感銘を受けて活動されている方たちなんですけども、先日知事にヤンバダムのことについてぜひお話を聞いてほしいということで、要請書を4月の26日に出されてまして、今日が回答期限なんですが、知事この
日本国の研究を書かれた時のお気持ちと今のお気持ちというのは変わりないと考えてよろしいんでしょうか。基本的に変わってません。なぜかというと、その地方文献の立場でものを考えるということで、その民主党の前原当時の大臣が多目的ダム法に基づいて行動したのかというと、そうではなくて突然辞めると言った。それはそれまでそれなりにその税金を投資してきた事業であり、地元の合意も取り付けた事業であったわけですが、多目的ダム法をご存知のように、地元のつまり県知事とか県議会とか、まあ、東京も含めてですが、そういうその首長なり民を代表する制度的に代表する議会のとの話し合い、その確認を取るという手続きが必要であると多目的ダム法に書いてあるんです。でこれまではその多目的ダム法に基づいて進展してきたものですから、この実際には60年ぐらい前から始まっている話ですので、そういう流れの中で突然多目的ダム法を無視した形で中止と言ったので、みんな混乱が生じて、それはだからちゃんと元に戻すべきであるということでありまして、それがごく普通の常識だというふうに考えていいと思います。そこの認識は私も全く同意するところなんですけども、ただ東京は今水溜まりの状況にあるとはお考えになってないということなんでしょうか。それは分からない。水溜まりとは言えないかもしれない。渇水というのはありますので、それはただ節水をするとか、あるいはその環境技術が向上してきたとか、そういう意味でその水のその考え方、水に対する考え方が変わってきているということであって、水そのものがその余るかどうかっていうのは、これはやっぱりそんな簡単に言えません。はい、ただ現状で1日600万トン東京都の使える水としてはあるわけですけど、まあ、実際使っているのは400万トンぐらいという状況ではあるんですが、その現状についてはどうお考えでしょうか。渇水というのがありますので、それはその現在は十分に今年は足りている。しかし長期的な見通しの中で減ってきたとしたら、それはさまざまな技術あるいは工場のそのあるビルの作り方が変わってきたりとか、そういうことであって、基本的には人口が減っているわけではなくて、東京都の人口増えていますので、その経験に発言できないと思って、データときちんと向き合っていきたいと思っています。以上です。はい、同じ、あんまり一人だけやっちゃうとあれだから。でその市民団体の方のお話を聞くお考えもないということでしょうか。さまざまな方々の意見は寄せられております。それは寄せられておりますから、そういう意見をいつもできるだけ見ております。それでは、はい、TBS の海野といいます、はい、ヘッドクォータートックを伺いたいんですけど、はい、地位常々ヘッドクォータートックを進めるにあたって、はい、公共施設なんかに英語が話せる人材の必要性を訴えていらっしゃいますけど、はい、うん、一部でその救急隊員に外国人を採用するというような案があるというような話、ええ、うん、ちょっと一部伺ったんですけど、実際にそういう案があるのかということと、またそのヘッドコータートックを今後進めるにあたって、うん、まあ、公務員に外国人を採用するということになると、またちょっと一部地方公務員法とかを、うん、不足をつけたりとか、まあ、そういうことは必要になるかと思うんですけど、そのあたり、はい、まずはできることからやっていきたい。できないことをいきなりやることは無理だと思う。したがって今ちょっと考えているのは、やはり外国の方がヘッドクォータートックに来た、そして急に具合悪くなった、具合悪い時にどうしても自分の国の母国語で、まあ、特に英語ですね、あり母国に近いもの、そういうもので助けてくれって言いますね。ですから救急救命士がまず英語をしゃべれる救急救命士がいた方がいいというふうに、
まず現状の制度の中で運用でできるものをやりながら結果を出して、さらに結果を出すことによって次の展開、法改正なり特区の中のその規制の廃止なり、そういうものを考えていければいいと思っています。大体もうやったんじゃない？はいよ、はい、朝日新聞の岡田と申します、はいはい、ツイッターに関してなんですが、はいはい、知事のツイート数をちょっと数えてみたんですが、うん、4月1ヶ月間で約150ほどつぶやいてまして、うんうん、ここで今月に入ってからの8日間でですね、うん、ツイート数が、私の数えたところ15だったと思うんですが、リツイート含めて、いや、知事がつぶやいてる数っていうことです。だリツイート含めないでってことで、100もやってた4月、私数えた限り145、6回、それリツイート入ってるでしょ。いや入ってないです。そう、まあ、まあいいや、ちょっともう一回数えてみます。いやリツイート入ってるよそんな。ちょっと数こうやって数えてみた。あ、そう、まあいいや、いや、はいはいはい、はい、一方で知事、ニューヨークタイムズ氏の発言をめぐって、ツイッター上で誰が敵か味方か、もうその話はもうしたじゃん、分かったとつぶやいて、まあ、一部で批判があったんですが、このなんかつぶやきの現象、こうしたことが影響して、違う、忙しいんだよ、毎日毎日夜遅く帰って、ね、で次早いから、だって夜中打つ時間がないんだよ、ジョギングもしなきゃいけないしね、はい、もうノルマいっぱいあるから大変なんだよ、はい、それだけのことだよ。もう一点、それで今回 その、ニューヨーク・タイムズ紙の発言をめぐっ、まあ、きっかけに、ね、その話でもしたじゃん。あ、いや、ちょっと別の視点なんですけど、ネット上で、過去 の知事のつぶやきが結構話題になってまして、もうそれはだからこれからあれすることで、過去の五輪招致だけじゃなくてですね、もういいんじゃないの、ツイッターの話題はツイッターの中でやればいいことだから。いや、ちょっといいですか。それで、まず東日本大震災のがれき受け入れの際に、仕事をしない専業主婦はパートでも何でも仕事をして社会人になってください、数値の意味が分かるようになるしかありませんから、とかですね、まあこれだと知事就任後なんですが、自信のない人間は役立たない、文脈を理解できない人間については使い物になりません、とかですね、まあ、あと交通信号が赤でも全く車の気配がなければ歩行者は横切ってもいいんだよ、とかですね、尖閣諸島に中国人が上陸した際には、まあ、泳いでくるのだからこちらから蹴りを入れれば一発だよとつぶやいております。まあ、いずれも副知事もしくは都知事就任後のツイートなんですが、まあ、公の立場に立つ人間がこうしたですね、一部の人を否定したり違法行為や暴力を煽ったりするともっと捉えかねないつぶやきをすることについて知事はどうお考えですか。まあ、誤解を招く表現であれば誤解ないようにしたいと思ってます。はい、こういったそれは問題ないとお考えですか。ツイッターって短いですから、だから文脈がなければわからない、その時に起きた出来事とかを絡めてあれするわけですから。ただどう、まあ、何を言いたいの。道交法、例えばですね、赤信号一つ取ってみても、道路交通法では赤信号を守るのは当たり前の話で、これ明らかに違法行為を担っている形になりますし、尖閣の話でも蹴りを入れれば一発だよと、完全にこれ暴力を想定させますよね。ね、それはだからそういう誤解を招く表現があれば、それは誤解を招かないようにした方がいいと思いますから、文脈の中でご理解いただくしかありませんが、誤解の招く発言を今後しないように注意したいと思います。はい、以上です。はい、終わりです。一番向こう、はい、一回した人はもう、はい、共同通信の堀口と言います、駅ナカビジネスについてお伺いしますが、うん、入店するテナントからは利用料を取るお考えがあるのかお伺いしたいんですが。それはあれですよ、テナントというのは当然今もデパートだってデパ地下でそれぞれの人が出店してるわけでしょ。でそれは家賃払いますよね。ですからそれはみんなテナントって家賃払うんじゃない、そういうことですよね。分かりました。はいはい、あともう一点、国交省の方で今首都高の空中券の話が盛り上がっているんですけれども、あと国交省の方では都とも相談したいということなんですけれども、空中券の利用について知事がどのようにお考えか教えてください。まだねその話はあんまり固まってないんだよ。まあだから何らかのメンテナンスが必要であるということは事実ですから、どういうふうにその、まあ、利用料金を前提にしながらメンテナンスをしていかなければいけないんですが、空中券の話も出てることは知ってますが、まだそれはそれほど詰めて決まってきてるわけではないんです。はい、じゃあ以上です。もうあとさっきやったじゃない。1点だけ。いや、さっきやったでしょ。いや、2回目の質問の方もいらっしゃったし。
2回目はいないけどな。まあ何ですか。全国の高速道路の適正な総延長距離についてお伺いしたいんですが、猪瀬委員先生が一時が道路公団民営化推進委員の時には、整備区間9342キロが全部作るかどうかで議論されたと、ところが今国土強靭化防災ということで、予定路線1万キロを超える道路整備を国交省はしようとしているんですが、この知らないうちに9000キロから1万、キロ以上に増えたというこの事態についてどうお考えになって、適正かどうかお聞きしたいんですが。正式な審議会の結論はまだ出ていませんよね。それはで、したがって、基本的には9342のままです。ただ三陸のところの津波のところはどうするかという話は当然出てまいりますから、それはちょっと別の考え方しなければいけないんじゃないかというふうに思っています。国交省はミッシングリンクということでつなごうとしてますが、それもまだでも正式な審議会では決まっておりません。はい、ありがとうございます。失礼します。